はい、えー、皆様。 こんばんは。本日は令和2年2月26日水曜日のボギーチャンネル。私一歳のボギーテドコンでございます。今日も夜遅い時間から来ていただきまして、誠にありがとうございます。いや、もう最近本当に何かと忙しくなりまして、あと少ししますとまた、県議会議員選挙が始まりますと、さらに、 まあ、忙しくなっちゃうと思いますけど、まあ、できる限り私自身があの放送をですね、続けていこうと思って、えー、おります。さて、えー、今夜もラフテンさん、ボギー、チューサー、モンドさん、それからカズミンさんに、はい、クジラさん、どうもこんばんは、マンコでございます。はい、チューサーとカズミンさんとミツキさんからは、特濃ニラミルクティー、モンドさんからはニラタバ、ポルポルさんからも、 はい。えー、特濃ニラミルクティー、ネムッチーさん、どうもこんばんわんこでございます。えー、今日もですね、また楽しくやってみたいと思います。さ沢さん、今日もよろしくお願い申し上げます。ということでね。いやはや、本当になかなか痩せない私でございますよ。あ、シーマンさん、どうもこんばんわんこでございます。さて、えー、今夜ですね、あのー、私の、はい、いつも買い物をしてるところで、実は、 はい。実はですね、アーサが全部なくなってしまったというニュースが実はあります。えー、このアーサ。まあ、沖縄の方言でアーサです。えー、アオサと言いまして、これ何も沖縄だけじゃなくて、本土の方でも取れる海藻なんですけど、まあ、お味噌汁に入れると本当に塩の香りがして美味しい。それとあと、このアオサの天ぷら。 皆さん食べたことあります江本さんどうもありがとうございます。にらい,いただきます。青砂の天ぷら。沖縄に行きましたの天ぷら屋さん。大島の天ぷら屋さんがすごい有名なんですけど、その奥のね、観光客が来る橋のたもとの天ぷら屋ではなく、地元の方々がよく行く奥の天ぷら屋で、この青さ青砂の天ぷら食べますと、本当に海のね、そのまま香りを食べてるような感じがしまして、 においしいまあそういった中で琉球新報さんが昨日ですね、えー、青 o が、えー、人コロナウイルスを抑制新型への効果期待、えー、中部大チーム確認ということでございまして、まあ、これはの中部大学の、ね、発表したニュースをそのまままあ、琉球新報さんが転記をしたということでございまして、 ま、一部の方々からは、琉球新報大丈夫かっていうような話はありました。しかし、マスコミの、はい、マスコミのですね、えー、この、えー、報道に敏感に反応した庶民は、なんと、アーサーを買いにスーパーに走りまして、あの、うちの近所のスーパー、アーサーが全然ないです。あ、三月さん、本当にアーサーの天ぷら美味しいですからね、まず作ってみてください。はい。 アーサがなくなったんですよね。で、店頭からアーサがなくなったと言って応援していたんですけど、なんと1日経った今日こういうニュースが出ております。中部大学がアオサが人コロナウイルスを抑制のリリースを削除ということでございまして、中部大学は25日、アーサ に、人コロナウイルスの増殖を抑える効果などが確認されたとしたリリースを削除したということでございます。まあ、ああのー、これをね、デマだというのはちょっと行き過ぎかなというふうに私は正直思っております。まあ、その中部大学がね、発表したものを、まあ、あ新法さんが転記をしたということになるわけなんですけどね。はい。ま、あでも、 このようにね、マスコミがこのようにあの、どこかが発表したものをそのまんま掲載をして、それが、もし間違いとかだったとしても、マスコミは何の責任も問われませんけど、まあ私が以前、まあ以前ですね、えー、ある米軍のね、米軍兵士の奥様が、えー、高速道路で、え、事故を起きた車をその旦那さんが助けようとしたという英文の はい、Facebook を、えー、英訳、はい、それをね、あのー、翻訳して、私の友人が翻訳してくれたのを発表したら、それがデマだって言って、テドコンがデマを流した、テドコンがデマを流したと、未だに言われ続けてるっていうのが本当にちゃんちゃらおかしいんですけど、まあ、新聞と同じように言えば、私は、ね、この、 軍人さんの奥さんが書いてるのを翻訳しただけですよということになるんですけど、我々がそれをやるとデマ。しかし、マスコミがそれをやると、しれっと、はい、しれっとを知らん顔をするということでございまして、まあそういったのはね、あの、エルドレッジ博士がまあ公表した、山城博士の境界線越境事件でも同じようなことが、やはり、繰り返されて、 おります。そうですね。T シャツに寄せ書きあったんですけど。でもあれ絶対無駄じゃない。なぜかというと、その米軍人の方は沖縄の人たちをね、はい、助けようとした思いで車から降りたことは全く間違いではなかったわけですから。はい。それと私はあの時は取材、産経新聞から一切取材をね、受けてませんので、産経さんが私に取材したとかそういった事実は一切ございません。まあこういった感じで新報さん。 リソース、あ、ね、あの、削除されたっていうことをきちんと発表してるだけいいと思いますけど、まあ、美味しいね、海藻なんで、あの、返品とかするんじゃなくてですね、はい、返品とかするんじゃなくて、思いっきり、えー、食べていただきたいというふうに思います。もしかしるとレシート持って返品しに行った人が多分いたと思うんですけどね。さて、えー、報道といえば、えー、こういった報道も実はござい。 はい、これ今日の QAB ニュースさんのスクショなんですけど、え低体重児出産と、はい、出生、水汚染との関連はということで、関連はとクエスチョンなんですけど、もうニュースの内容があまりにもまあひどいということでございまして、京都大学の、ね、小泉名誉教授という方が、えー、この沖縄のはい、那覇市、沖縄市、宜野湾市で、 あの、低体重時が多いことを指摘したということでございます。はい。つまり、この那覇市、沖縄市、宜野湾市で低体重時が多いことを指摘した。なぜなら、この3つの市では、いわゆる、はい、いわゆるこの水道水、水道水がですね、米軍基地によって汚染されているということを言いたいことでございまして、はい。このように言ってます。 低体重字が多い。はい。関連はないです。はい。えー、これは沖縄だけの問題ではない。日米安保の基地があることが根源ということでございまして、あのー、はい。那覇市、儀野湾市、沖縄市。で、低体重字が多い。ですかはあ、そうなんですかいやいや。 それがなんと日米安保の基地があるからだっていうふうに決めつけるところが、さすが京都大学だなというふうに思ったんですけど、そこで一つ、浦添市が抜けてますけど、はい。沖縄市、宜野湾市、那覇市、浦添市はっていうことなんですよ。そうですね、カズミンさん、頭湧いてるとしか思えません。あの、浦添市 これらの死に挟まれたところにうらそい死あるんですけど、うらそいだけ特別にどっからか水を引いているんですかね。つまりこの人がね、学者であれば、本当にね、この水、基地から汚染された水云々の話になるんであればですよ。あれば、なんでうらそい死だけ抜けているんですかね。いやー、これって私は本当におかしいと思いますし、そもそも今ね、 あの、水ってサンゴハートさん書いてますけど、水道水ってヤンバルカで引いてるんじゃないのと書いております。その通りでございまして。はい。基地から水は引いておりません。ね。基地から水は引いておりません。確かに、あの、基地の中からね、出たと思われる化学物質は検出されてますけど、それがね、ギノワンと、 沖縄市と那覇市だけっていうのはちょっとおかしい。だったらう添い市はということになるんです。ですから、科学者、学者であれば、なぜその矛盾に気がつかないのか。ね。それについて明確な説明もすることなく、え最初から基地が悪い。ね。悪の根源は基地であるというふうに、日米安保の基地があるから低体重児が生まれるんだっていうふうに、 いやーもう、ね、まあ、QAB さん、琉球浅井放送さんが放送してるっていうところもありますけど、もうこういうふうに最初からね、決めつけ、科学的なね、根拠を示さない、そして同じような水を使ってるところの比較もせずに、この低体重児が多いっていうことをね、このようにやってますけど、本当に水のせいなんですかね。まあ、低体重児っていうのは昨今の、やはり、えー、女性のね、あのー、 痩せすぎっていうのがやっぱり問題になってます。やっぱりスタイルはいい方がいいですからね。昔のような安山型の、はい、昭和の肝っ玉母さんのような方々は、ほとんど見ることないんですけどね。はい、本当にスレンダーな綺麗な女性が多くなりました。それも関係があると言われておりますし、今、江ノ本さん、科学者であれば、はい、二重ね、もう、憲法ぐらいは実施していただきたいということでございまして。いや、ほん 本当に何でもかんでも基地のせいというのはいかがな、というふうに私は思っております。それと、はい、こういったニュースも流れておりますよ。66歳おばあ、辺野古に来ませんか孫に習った SNS ということでございまして、 さあ、これ何が何だかと言いますと、まあ、64歳のね、妙齢の素敵な、はい、おばあちゃんがですね、孫に習った SNS でどうのこうのというお話で、えー、ございまして、そのね、内容っていうのが私本当にこれこそまさに、あのー、印象操作ではないかななんてね、私思っております。さて、記事の方をちょっとね、皆さんにご紹介を え、したいと思いますけど、これ記事。はい。記事がこれでございます。はい。えー、っと、天満飛行場の名護市辺野古への移設に反対する抗議の座り込みをしながら、ツイッターで現状を発信しているおばあがいる。孫に使い方を習い、時に涙をこらえ、時にはユーモアを交えて全国の人に届けとつぶやくということでございまして、はい。ね。 辺野古に面相でというふうにおっしゃってます。ね。もちろん私この見出しを見たときに、あ、辺野古にもこういった人がいるんだねと思ったんです。ところが皆さん下からね、4行目見ていただきたいと思います。うるま市の赤峰友恵さん66歳。うるま市だそうですよ、皆さん。うるま市。喫水のひぬくん中、辺野古区民からしたら、よその人間がですよ、 手になんか辺野古の代表みたいな顔をして、辺野古に来てちょうだいね、というふうに言ってるわけなんです。な、辺野古のね、住民の方が、辺野古に来てくださいって言うんだったらわかりますけど、辺野古でもない人間がまるで辺野古区民のようにね、辺野古を代表したかのように、辺野古に来てください、なんていうのは、いかがなもんでございますかね。はい。いやー、しかしサンゴハートさん。 辺野古区民はこのようなことを言うなんて聞いたことがないということでございまして。いや、逆に私はね、あの、全国の方々にこの辺野古の違法テントのね、ハレンチな皆さんを見に来てくださいというふうに言いたいんですけどね。はい。ラプテンさん、うまい。辺野古に来ませんかフロム、うるまし女性ということでございまして。まあ、このように、辺野古とは全く関係ない方が、まるで、 辺野古の人間のように辺野古に面相でというのはいかがなもんでございますかね。まあこの人の言う辺野古というのは住民の方々が暮らす辺野古区ね、えー、区区の方ではなくて違法テントの方だというふうに私思いますよ。実際にこの方ね、写真見ますと違法テントの方にやっぱり行っちゃってるわけなんですよね。はい。もう本当にあのー、 この方が言うヘノコっていうのは今皆さんにちょっとお写真見せようと思いますけど、はい。この方が言うヘノコは皆さんこれでございますよ、今。皆さんお見せしますね。はい。ちょっと出すのに手間取っておりますけど、はい。この方が言うヘノコとはこれでございます。はい。あの、これ朝日新聞に載ってる写真なんですけど、ヘノコに来てください、メンではい。 これって皆さん辺野古って言うんですか違いますよねはい。これって辺野古とは言わないですよ。そう。サンゴハートさん書いてるように、違法テントですよ。違法テント。その違法テントをね、まるでその辺野古を代表するかのような言い草。こういったのをね、全国に発信し続けてる朝日新聞。これも悪質な印象操作そのものだというふうに私思いますよ。ね。 ヘノコイコールゲート前のね、違法テントじゃないんです。ヘノコは、ね、ヘノコ区民1700人がね、あの、生きているヘノコ区というね、町なんです。そこには行かずにね、こういった違法テントにおいでと、それをヘノコと一括りにするやり方、これは私は本当にね、下劣、下劣だというふうに思ってますよ。ですから、ね、本当に皆さんこういったことが堂々とやっぱ行われてる、 ね、報道されてるっての、ね、はやっぱり新聞っていうのは、ろくでもないな、なんてね、私正直やっぱり思って、あの、おります。しかし本当に今日もニュースも盛りだくさんでございまして、はい。実はこういうね、ニュースもあります。ちょっといいニュース、皆さんにお見せしますかね。はい。このニュースはいいニュース。 はい。備蓄、マスク、なーシが医療機関や高齢者施設に提供、医師会が救助を訴えるということで、ナ覇市長がね、医師会と会ってくれないというような話も流れていましたが、えー、ちゃんとお会いして、ナ、えー、覇市長、えー、このね、医療機関や高齢者施設にプレゼントをするということで、早速、手配に入ったということはね、喜しいことでございます。ぜひこれ頑張っていただきたいな、なんてね、あの、思っておりますが、 非常に気になるニュースも実は出ております。これでございます。沖縄で不当逮捕、提訴。米軍基地前、神戸の男性、神戸の男性、米軍キャンプシュアブのゲート前でと、県警機動隊員から暴行を受け、不当逮捕されたとして、神戸市灘区に住む韓国籍の司会、 コカンホさん。もう一回言いますね。はい。こちらのちゅうじゃございません。神戸市灘区に住む韓国籍の司会、コカンホさんが25日、神戸市内で記者会見し、県に遺写料330万円を求め、神戸地裁に提訴したと明らかにしたということでございまして。いや、はい、や。県に遺写料330万円。 はい。この方、ね、訴状によるとということで、2017年。はい。今から約3年前。米軍普天間飛行場の移設に反対する集会をゲートから離れた場所で見学。離れたとこで見学をしていたのに、バスへ向かう途中に機動隊員に囲まれてゲート内に運び込まれて。あの、もうこっからすごい、あの、 おかしいんですけどね。はい。ゲートから離れたところで見学してるのになんでゲート内に運び込まれるんですかね。はい。そして、殴る蹴るの暴行を受けたということでございまして。はい。殴る蹴るの暴行を受けたそうです。いやー、しかしね、これ、はい。皆さん、これ、330万円をね、はい、えー、この件に求める裁判を起こすということでございますが、実は、 この裁判、この裁判ですよ。認められる可能性があります。はい。認められる可能性があります。なぜなら、実はね、前例があるんです。これでございます。はい。今から約2年前、あの、東村でね、北部訓練場、 が、まあ、反基地運動が、まあ、すごい過激な頃に、まあ、そこに向かう弁護士と活動家の一団を、えー、県警機動隊が、えー、そこに行くのを阻止したことが訴えられ、いわゆる往来妨害。はい。往来の自由を妨害したっていうことで訴えられました。で、一審でなんと、沖縄県警が負けてしまったニュースが、実はあったんですよね。はい。 え、おなたけし知事、基地反対派に配慮かえ、基地抗議活動弁護の弁護士の車制止は違法の判決で沖縄県控訴せずということでございまして、まあ、簡単に言えばですね、一審で、いわゆる反基地活動家側がですね、勝訴してしまったんですよ。まあ、沖縄県っていうのは国との裁判は、 一心どころか、最高裁までいつも争ってますよね。争ってるんです。いつもいつも。争ってるんです。ところが、当時の尾長知事、まあ、小長知事ですね。はい。この地裁で、地裁でこの県警がね、敗訴したことを受けて、なんと、控訴しない方針と発表したんですよ。 沖縄県はこれは絶対におかしいというふうに、小長知事に詰め寄り、県の弁護士も、これは控訴すべきだというふうに、小長知事に進言をしました。しかし、小長知事、こういった。行政府のトップである小長知事。一審判決は重く受け止めるべきだと判断し、控訴を断念。 え、いわゆる反基地活動家側の裁判が一審の地裁で確定をしてしまったということでございまして。今ね、今ですよ。もしね、警察が反基地活動家たちがもう気に食わないことをしてね、逮捕したり、行く手を塞いだりすると、万が一ですよ。万が一。一審で負けようもんなら、 前例があります。一審判決は重く受け止めるべきだと判断。そして構想を断念と。まあ当然、小長知事をね、受け継いでいる、あの、玉木デニー知事ですから、今回のこの裁判が一審で、最近の沖縄の裁判所ちょっとね、理解できない判決を出したりするんですけど、そこで、もし一審で沖縄県が敗訴した場合、 はい。沖縄県警が敗訴した場合、どうなるのか。今、塩ささんがズバリと書いております。行政が活動家と一体になっている。それがオール沖縄です。はい。塩ささんが書いている、行政が活動家と一体になっているということが、いわゆるオール沖縄でございまして。今回のこの裁判。はい。韓国籍のね、お医者さんが訴えた330万の裁判。 これ、一審で万が一、沖縄県警が負けた時にどうなるかというと、小長知事も一審判決はね、重く受け止めるべきだと言って控訴しなかったと。だから、私たち、はい、私たちも控訴しませんと言ってね、はい。そのまま確定する可能性に、452らですね、私、452ら。はい。皆さんがだったら、 すす。ると思います私はしない方に4 5 2ら、ラ、ニラです。4 5 2らラですね。はい。そのように私は考えております。しかし本当にこれが法治国家なんですかね。国との裁判になると最高裁まで引きずっていったのを長知事が、活動家とのね、裁判では、一審判決は重く受け止めるべきだと言って、はい。 重く受け止めるべきだと言って構想を断念しています。ですから、今回のこの韓国籍の医者との裁判も一審で万が一ですよ。万が一、典型のいわゆる歌詞が認められた場合ですね。はい、当然ながら、玉木デニー知事は一審は重く受け止めるべきだと。これは、小長知事の 方針を受け継いだ決定であると言って、そのまんま、はい、県警悪者になっちゃう可能性が非常に高いんです。こういったことがね、まかり通るのが沖縄なんですよね。はい、まあ、ボギー13あの、韓国籍のね、えー、方に謎の県民感情。いや、もうこの人たちに理屈は通用しないんですよ。 なぜかと言いますとね、韓国籍だろうが、北朝鮮だろうが、中国だろうがね、アメリカだろうが、オーストラリアだろうが、ニュージーランドだろうが、反基地運動に参加するのはみんな同志ですからね。はい。みんなちむくくらる同志なんですよ。ですから、全然、はい、国籍は関係ないと思いますよ。うちなあのことはうちなんちゅうが決めると言って、結局、だ、中身開いてみたら、 こんな連中ばっかりじゃないですか。さっきの辺野古の件にしてもね、辺野古においでと言いながら、その人言ってる辺野古っていうのは違法テントであるということでございまして。いや、本当にピョンタさんめちゃくちゃでございます。こういったことがまかり通る、まあ、沖縄の司法っていうのはね、私本当に異常すぎるんじゃないかというふうにね、あの、思っていますよ。 はい。だからこういったことをやっぱりね、まかり通ら、通してしまうのは、やはりこういった人たちに政治をね、はい、権力を渡してしまってる我々自身にもやっぱり問題はあるということでございまして、だから、やっぱり一人でも多くの沖縄県民を目覚めさせるためにね、あの、頑張っていかないといけないというふうに私は、 えー、考えております。本当にもうやりたいこといっぱいありますよ。ね。でも、できることはやっぱり限られていますし、はい。ただ、もうややめ日報がなくなった今ね、本当に、もう自分たちで、報道っていう形でね、どん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 やっぱりやっていかないと、本当に沖縄、 このままじゃ、本当に沖縄で亡くなってしまうっていうような感じがいたします。だから、歯を食いしばってずっとね、ラジオ放送も続けていますし、えー、今回からあの皆さんのね、あのサポートのおかげで、えー、タカさんの、はい、あの、チラチラ大作戦というね、もう一つの思いっきり言いたい放題の番組の支援も始まって、今、 二つの番組でですね、ガンガンやっております。はい。まあ一部からは、あの、言論弾圧に屈してるんじゃないのかというご批判も受けておりますが、まあ私たちが放送している地上波の内容を見れば、我々が言論弾圧に屈してるかどうかは視聴者の皆さんが判断することでございまして。はい。ね。私はその批判は全く当たらないというふうに 考えております。まあ、放送機、たかた方々が判断することですから、どうのこうの私は申しませんが、我々は、えー、言論弾圧に屈することはございません。えー、事実をありのままに、そして、できる限り自分たちの足で稼いだね、そういったデータなどをね、えー、対応しながら、えー、どん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 これからも皆様に沖縄の事実を伝えていくっていうことをやっていきたいと思います。それと、キンキン。 首里城についての重要な資料が手に入ります。はい。近県首里城に関しての重要な資料が入ります。その際にやっぱりね、防災関係の専門の方にもいろいろ見ていただきたい資料でもありますんで、もし皆さんの中にそういった防災、はい、そして消防関係にね、詳しい方がいれば、私の方までぜひご連絡いただいて、そしてこちらが資料をね、 あの、データとしてお送りしますんで、あの、独自にやっぱり分析をして、それをね、きちんとやっぱ公の場で、えー、発表していきたいと、あの、思っております。はい。それから、あの、このね、えー、番組への支援っていうのは未だに継続しておりますんで、あの、ガン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 ね、またこれからも発信をしていきますんで、ぜひこれからも皆さん、えー、この、えー、私の、まあ、キャス、そして、えー、地上波、ワンヌウムイ、 と水あの水曜のねチラチラ大作戦へのご支援の方もね、えー、お願いしたいと思っておりますということで、えー、今夜の放送これにて終了させていただきます、えー、皆様最後まで誠にありがとうございました。